お疲れ様です。ただいま残業1時間半と角ちゃんのところから帰ってきました。今日の晩ご飯はウニパスタとジャンボフランクとファミチキです。疲れた。でもね、今日ねすげえ残業疲れたんですけど、なんと角ちゃん待っててくれました。行くのがねすごい遅くなったんですよ。で遅くなってちょっと危険だなと思ったんですけど、待っててくれました。でね、相当お腹空いてたんでしょうね。もうね、いつもよりも距離が近かったんですよ。あと納豆の準備します。いつもはね、納豆は風呂入る前に食べちゃうんですよ、納豆だけを。でも今日はあの納豆ちょっと準備するの忘れたんで、ご飯の時に食べます。あのパスタの上に乗せたいんですけどね、あの熱であの菌が死んじゃうんで、あんまり意味がなくなっちゃうんで、で今日嬉しいことがあったんですけど、なんと加トちゃん初めて俺の左足にスリスリしてくれました。嬉しいです。会ってすぐいつも動画撮るんですけど、で動画撮ってからカリカリの準備してあげるんですね。でそのカリカリを準備してる間、もうね俺の左足にねスリスリしてくれて、超ね動画撮りたかったです。でも本当カトちゃんお腹すきすぎてたみたいで、なんで動画撮ってる余裕なかったんですよ。だから今日後半は結構2分ぐらいの動画撮ったんですけど、あの最初のいつもの立ち上がりの動画はあの1分ちょいです。もう早く上げなきゃと思って、そう嬉しかったです。だから俺がね遅番の時いけないじゃないですか、多分待ってんじゃねえかなと思って、ちょっと今度次の日が休みで遅番の時行ってみようかなと思ってます。あの試しによいしょ、ね、忘れちゃうたらだからね、ちょっとこう飲んとかないとね、ファミチキね。そうね、今日ね残業で疲れたからジャンクなものも食いたくて、明日はね、あの連休の、 あの前日なんで、ちょっと手の込んだものを作ろうとは思ってますけど、うん、納豆だけ食べてます。納豆が口に入ってると食べづらいっすね、ネバネバして。今納豆食べてる間動画止めてました。ですぐかき混ぜられるようにトッピングの海苔とウニソース開けときます。あのウニソースね、前ね違うメーカーの食べたんですよね、美味しかったんですよ。いや多分今回も美味しいかなって。なんか今日はあの横須賀のボランティアさんとメールしたんですよ。したらなんか今度の日曜日なんか雨降らなそうなこと言ってたんで、大量にもうね車だからね、あのご飯いっぱいもりもり持ってって、みんなもう十分なぐらいにお腹いっぱいにさせてあげます。早く入った。あ、一回あれしなきゃ。今パスタ今さ半分の3分になったんで、ちょっと麺を
ほぐします。ほぐれないんだよね。これイタリア製の安いやつだからそうこうなっちゃうのかな。あっち硬っ。あっち。これね鍋でやった方がね楽かもしんねえな。逆にあのかき混ぜられるから。うん、指がもうネチョネチョしてきた。あ、こうすればいいのか。1リットルって結構あるな。4束っすかね。地味。あっち。見てください、こうくっついてんですよ先が。あのバラの方がいいのかな。あでも一緒か結局あの束のやつでもあれするから。あとここか。風呂入ったのにもう汗かいてきた。今日ね冷凍庫のね片付けがねすごいね疲れましたね。まあ中ほとんどあの2番手の方がやってくれた。俺はもう出す方に専念してたんで。よしこんなもんかな。じゃあもう半分レンジでチンします。あできました。湯切りします。こう湯切りもね漏れるんだよね。あっつ。あーもう仕事で疲れて晩飯の準備は作りつらいです。あっつ。隙間から熱湯がダチョウクラブ状態だ。よしできた。あとその間にこれちょっと1分だけチンします。そう今日ねその残業になったのももうあのもともと今日俺残業なかったんですよ。で上長が残業がもうやばいからっつって調節で今日早く帰ったんですよ。5時に帰って、で2番手の人の仕切りだったんですよ。でどうします今日つって残業しませんかって言われたんですよ。加藤ちゃんのところ早く行っても会えませんよ、それに残業すればご飯代になりますよって言われちゃって、そんなん言われたらね残業するしかないじゃないですか。もう本当その人も本当よくいい人なんで2番手の人、3番手とは大違い。そうだからもうしょうがねえかなと思って、わかりましたっつって、だから腹減りでもうねちょっとねギブりました。腹減りすぎて。よいしょ。多いなあ。できた。
4人分はダメだな。これ分けよう。これ次から3人分。そう、前は3人分だったんだもんな。4人分っつったら、あの、なんだっけ、脳梗塞で倒れる前の状況ですもんね。よし。ソースかけまーす。この量でこれ1パックは少ねえよ絶対に。あー、すっげえウニの匂いがする。超やばい。これいいかも。できたー。ウニスパゲッティと、あと、ファミチキとジャンボフランク、いただきまーす。